どうも、花です。こんにちは、こんばんは。もうこんばんは。こんばんですね。はい、ちょっとスタートが遅れて、はい、ちょっと調整があった件で遅れてお待たせしました。はい、皆さんね、見に来てくださった方がいるようだったら超いいねとか見てますとかコメントください。シェアしていただけると嬉しいです。そうですね、今ちょっと私もシェアさせていただくんで、ちょっと見に来ていただいた方、ぜひね、超いいねボタンとか、はい、見てますっていうコメントぜひね入れて、あとぜひね応援の意味も含めて、はい、シェアしてください。はい、伊坂さんありがとうございます。こんばんは。皆さんね、続々今集まってくださってます。ちょっと私もねシェアさせていただくので、はい、ね、この時間もうねすでに8人の方見に来てくださってありがとうございます。続々と、はい、ひろこさんありがとうございます。こんばんは。シェアしました、ありがとうございます。嬉しいですね、早速皆さん。いや、すごいですね。あ、もうこんなにですか。はい、もう結構続々と、すごいですよ、もう、はい、集まってきてくださってます。続々と、私もシェアさせていただくので。すごいですね、この時間ね。まあ、ちょっと昼にね、あのライブさせていただくこととかもあったので、うん、やっぱいいですね、この時間は。お仕事終わって、ね、在宅率もね、まあ、あのお夕飯食べながらの、ね、方もいるかもしれません、うん。あとは今日はちょっとね、お花畑の中でこう囲まれて。そうですよ、おじさんおばさん2人が、お前ら味噌汁拭くなよおじさんおばさん2人がお花畑の中からこうねライブさせていただくという新たな試みを試してます。うん、はい、今シェアしますね。そうなんです、私 花畑埋もれてですね、これ棺桶かなんかをイメージしましてね、ええ、あの周りにお花を皆さんが、そうです、みんなが喧嘩してもらって、ね、あと何年、あと何十、まあ、人生100年なんでね、あとはまあ54年ぐらいですか。長いですね、まだそんなに生きなきゃいけないっていう、ね、まだお花入れられるには早いので、まあ、そのこういった演出で、うん、老後の三大不安ね、お金、健康、孤独ですけどね。そうですね、多すぎる先生がね、いつも、うん、あれ、老後の不安じゃないんですよ、今もはや。あ、もうもう私あの生まれた頃から、小さい時からもう不安を抱えて、うん、老後不安ということはね、その老後に至るまでにそういう3つちゃんと得ているということですよ、ね、お金もある、はい、ね、めちゃめちゃ健康、はい、うん、それで、家族、友人、仲間、コミュニティたくさんある、はい、うん、だそんな人がこう、ね、定年で貸し辞めたりすると全部失ってしまうから、まあ、老後三大不安になるんだけども、うん、不安になる前にですね、はい、私なんかはですね3つ手に入れるのが先ですね。そうですね、うん、その上で不安になるっていうね、はい、まず手に入れて、うん、その先の不安に手に入れた後に備える。そうですね、はい、まず私たち世代手に入れようということですね、はい、でも手に入れたらもうあれですね、もう失わないで逃げ切ってしまうというねはい、うん、皆さんね、続々とありがとうございます。コメントいただいて見に来てくださってます、ね、嬉しいね、はい、今日はね、あのあれですからね、タイトルにもね書いていただいたように、うん、はい、佐野先生に真面目な、あ、よかった、真面目で雑なとこ書かれなくてよかった、真面目な拾い方、あ、よかったです、うん、あのちょっとね、西田さんが弾けるのを私が拾っていくというこうねスタイルをちょっとやや、そうですね、確立しつつありますね、はい、一人でやるとえらいことになりますからね、もう、あんまり放送できないようなことしか言いませんからね。そうですね、この前下ネタ、この前ずっと下ネタしか言ってなかったですから、ね、下ネタ1時間喋っていたっていうね。そうですね、ドン引きしてたってい う, そ う, いうあるかもしれません、うん、会場来なかったら多分それ見てたんだなっていうね。それを見てくる人、うん、申し込んでお金払ったんだけど、はい、でも会場来ない人、 あれを見て引いたんだなっていうね。そうですね、両方のパターンがね、引けそうですね、今日ね、もう17人、16人、17人の方ね、見てきてくださっているので、うん、ありがとうございます、はい、マリオ中島大師匠が、なんかご覧いただいている、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日は、音楽業界のすごい方です。ありがとうございます。ありがとうございます。ご無沙汰します。はい、皆さん、コメントもありがとうございます。ね、須山さん、この前ね、会場にも名古屋から来ていただいた。そう、名古屋からありがとうございました。ありがとうございます。ね、はい。ウイロをおいしくいただきましてね。はい、差し入れありがとうございました。ございました、はい、ね、桑野舞先生もね、はいはい、今日は下ネタで荒らしませんっていう、そうですね、この間受精騒いでましたからね、今年ね
言ってましたね、はい、歩く受精卵って言われてますからねそうなんですかね、うん、はい、皆さんありがとうございます、はい、ね、超いいねボタン、もう一回だけね繰り返す、うん、超いいねボタンとか、うん、あのコメント、あとシェアね、ぜひシェアです、はい、このダフという、ね、イベントを一人でもね多くの方に知っていただきたいということ で、ぜひシェアをお願いします、はい、そうなんですよ、もうね、そうしないとね、出演者しか見てないとかですね、変なことになるんですよ。そうですね、ぜひ皆さんのお友達にこのね、あの人生を変えるかもと言われているかもです、イベントをぜひね、お知らせするためにぜひシェアをお願いします。ね、お願いしますよ、ね、はい、ですね、今日は、はい、うん、告知にもねありました通り、以前あのこの前の6月2日のダフ12、うん、ね、はい、西田さん的にはどんな感じでしょうか。そうですね、ダフ12、まああれですよね、まずそのお客さんの声を拾わせていただくとしたらですね、まあ11が神回だとしたらね、はい、あの12は涙回なんていうね言われてましてですね、涙回、きれいですね、美しい、もう真珠のような涙を浮かべるやつ続出、真珠のおじさん、うん、おじさん、あ、おじさんは股間に真珠埋めてるとかですねええ、そういうのありますけどね。今日下ネタありなんですか、わかんないですけども今の下ネタですかね、まあ、真珠ですから、真珠つながりということでね真珠、はい、目から垂らすやつだから中に埋め込んでるやつがいるということですよ。そうなんですね、うん、じゃあさらっと流して、はいはい、11が神回だとしたら、うん、12が涙回という、うん、ね、総評をお客様からもいただいたっていう、涙がね、知る会じゃないです、はい、やっぱそっち系、はい、やっぱそっち系、はい、あのっていうぐらい、まあ本当にね、なんだろう、まあウエットなんだけど、ね、でもちゃんとあの伝えるべきね、うん、ちゃんとその専門家の、ね、としてのメッセージとかちゃんと入っていて、うん、うんうん、あのいろいろこうなんだろうな、多角的にいろんな要素が本当にバーッといっぱい入ってて、そうですね、うん、あのダフって皆さんあの、ね、参加されてる方、見てる方は、はい、皆さん先生がそれぞれあのテーマを揃えてあの話を用意してるんですかって聞かれることがたまにあるんですけど、うん、これ15人とか、まあ、その回によっては20人ぐらいの先生方が独自で一人一人ネタを作って、ネタというかね、そのテーマとか本人さんが話されるメッセージを作って、はい、それをそこで寄せ集めてるんですけども、はい、今回も、ね、なんだかこう命とか家族とか割とそうです、ね、こう同じような、ね、はい、テーマに寄ってきたりとか、あれは何でしょうね、引き寄せなんですかね。 あれ不思議なんです、毎回起きる現象なんですけど、テーマ決めて、ね、うん、西田さんの方から今回こういうテーマでやりますとか、そういうのは一切ないんですよね。うん、だ例えばあれを私がその主催者からのお題ですっつって、はい、皆さん泣ける話をご用意くださいとか言ったらば、ああいう風にはなんないんですよ。なるほど。もっとなんかね、もったような臭い話が続いちゃうんですよ。なんかちょっと、ええ、ドラマチックに演出しすぎみたいな。そう、あの2年しか入院していないのにね、私20人入院してましたとかですね、そういうことを言い始める、作ったような感じ、うん、そう、うん、うん、まあ、自殺未遂2回なのに、なんか私はもう10回もとかそういうことを言い始めるみたいなね、そういう嫌な盛り方をするやつが絶対出てくるので、そういうのは言わないです。そうですね、うん、皆さん先生たち、登壇する講師さんたちがそれぞれにその時その時に皆さんに伝えたい渾身のメッセージを持ち寄ると、そうですね、何かそのね、はい、こう有機的なというか、何かが起きて、なんとなくこう大テーマ、その時の回の大きな筋道みたいなのが生まれるっていう感じですね。そうですね、まあ、ある時は変態というテーマでね、そうです、すごくキース変態というキーワードでね、うん、盛り上がってみたりとかですね、いろいろありました。そうですね、はい、今回はね、割とその命とか家族とか愛とか、そういうね、はい、感謝とかですね。そうですね、そのこともあって、まあ涙会と公表されるような、はい、会になったということです。はい、ね、皆さん、ね、会場に来ていただいた方も、あとね、何かの理由で来れなくてこのライブ見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そして今日は次回もうすでにね、こちらに貼った9月、そうですね、9月8日の8日のね、ダフ13ですよ、13、まあ、13なんていうね、もう思いっきりカタカナ発音で言ってますけどね、 TH でね、あれすると難しいですからね。じゃあ13ともね、もう13で、はい、うん、13回目ですよ、はい、ね、おめでとうございます、ね、いいですよ、やっぱそれで前回ね、そういうね、なんかこう、なんていうの、12っていう数字に前回意味があったんです、多分ね。あ、そうですね、うん、地球の動きはそうですから、はい、ね、12ヶ月とか月満月のあれね、30日が12回あるのが1年間、はい、ね、で12ヶ月12子12星座ね、だからなんかこう一巡して一区切りついたかなみたいな感じでね、次の13ね、まあ、13回期とかですね、13日の金曜日とかですねまあなんか何が起こるんだろうって感じですね。どういう意味、ホラー回かもしれませんね、ホラー回、今度はね、はい、9月のね、うん、はい、9月の8日に開催予定の、はい、はい、今日はその
出演される登壇者、そうですね、講師陣先生方の発表第1弾、はい、第1弾ですね、はい、あの 第15弾ぐらいまで細かくやろうと思ったんですけど、ちょっとめんどくさいんで、あの、はい、まあ、3回か4回ぐらいのわけで ね、 そうですね、はい、決まったあのスケジュールが抑えられた方からねちょっと発表していく感じで、はい、いやですねこれね今スマホでやってるんですけど着信のお知らせが出てびっくりしましたねこっちの都合ですいませんみたいな、はい、うん、はい、そうですね、じゃ あ、 あのどうしましょう、早速発表、そうですね、していきましょう、ええ、私も早くありたいんで、はい、どんどん発表しましょう、はい、うん、ですね、まず、はい、はい、ここまで無欠席の私ですねはい、そうですね、はい、MC 主催者西澤和弘さんがお届けする、そうですね、13です、はい、だ前回だから初めて俺も10分ネタやったんですよこの間、はい、そう、あのオープニングのね、うん、あの MC 西澤さんのお話がほぼほぼ10分ということで、そう、プレなんですか、うん、あので MC を10分っていうんじゃなくて、はい、ちゃんと10分のネタをね、うん、そう時間超過するやつに文句言いたいんで、ちゃんと10分、行動で示しました、なるほど、うん、ね、MC の、ね、西澤さんとしてのネタが、はい、はい、9分40秒さよならっていう、そういうネタをやりましたね、はい、じゃあ早速ですけど、はい、うん、登壇者次回の13の、はい、はい、あの登壇者の先生発表させていただきます、じゃじゃん、じゃああのね、登場回数、出演回数が若い順にいきますんで、別に年齢が若い順じゃないですからね、年齢じゃなくね、うん、あの登場今まで登場した回数の若い順から、はい、そうですね、いきます、はい、いいですか、はい、じゃあ第1人目、じゃん、はい、はい、シンデレラストーリー代表の遠藤優子さんです、はい、まずはですね遠藤優子さんね、3回目ですかね、はい、そうですね、うん、前回今回ですかね、面白かったのが、うん、なんとあのヒーリングヤンキーという、ヒーリングヤンキーですよ、新しいですね、癒すぜこの野郎っていうね、癒すぜこの野郎のフレーズいいですよね、あの別にあの10分ネタで言ったわけじゃなくて、癒すぜこの野郎顔はやめとけボディにしなみたいなねそう、あの10分のトークの中でお話したわけではなくて、うん、あの参加者さんの中でそういうね、うん、あの、なんですか、自称というか、そうですね、エステティシャンがですね、顔やめろボディだけにしろみたいなことを言うとですね、体しか施術してくれないのかっていう、そうですね、うん、はい、そんな面白いネタも今回もありましたけれども、はい、はい、遠藤優子さんです、そしてどんどんいきましょう、はい、いきましょう、はい、続きましてお二人目です、じゃん、はい、静江さんです、これ見えますか、あ、人間です静江さん仮装してらっしゃるね、本の、うん、はい、そうですね、ですけれども、はい、まあ、今あの仮想通貨が流行ってますけどねそっちの仮想、違う仮想ですね、はい、宮崎県都の城市からいつもね、はい、駆けつけてくれる、そうなんですよ、はい、実はね、今回のまあ出演メンバーなんですけどもね、基本的にはまあ会場で取ったアンケートをもとにね、ある程度決めてるんですが、うん、静江さんのね躍進ぶりがすごい、そうですね、うん、言ってでどうかなともちょっと思ったんですけど、前回がね実はね、あ、前回というかまあ前々回か、はい、前々回11はあんまり良くなかったんです、うん、うん、ギリギリね順位に入れなかったぐらいの時点、まあトップバッターだったので、あの11の時静江さんトップバッターだったのでなかなかアンケートにね反映しづらかったっていうこともあるかもしれないんですけど、うん、まあ、それ差し切ってもねっていうところがあったんですが、うんうんうん、やっぱ本相当悔しかったらしくですね、そうですね、今回もね本当にね、うん、今回というかまあ前回ね、はい、12ではもう目にもの見せてくれましたね、はい、渾身の一撃を、ね、はい、素晴らしい10分間の、はい、うん、スピーチでした、そしてそれもね、はい、やっぱり顕著にアンケートに次も見たいと、そう、あの相談者ということで、そう、要するに県外から一気にベスト4に入りましたからね、はい、出演さんベスト4 で、はい、登壇が決まってます、ね、今 これ成長中ですからねこの顔も多分成長するんじゃないかっていうねまたね次回何色なんだろうみたいなね、仮想もさらにパワーアップするかもしれません、うん、はい、見逃し、目が離せませんね、はい、そして続きましてじゃん、はい、手前味噌ですが、はい、私山根さとこが次回13番、はい、はい、登壇させていただきます、今度4回目ですね、4回目ですね、うん、はい、だいぶこう定着してきたというかですね、まあでも前回もびっくりしましたね、なんですか、赤ん坊かかり出てきてですね、前回の出産ネタということで、はい、次男を出産、はい、坂子で出産した話をさせていただいたんですが、はい、そうなんです、ライブ出産でしたからねあの会場にいる人皆さんが立ち会い出産を経験したようだというチャクラが開くっつって出産しましたからね開くはい、コメントをねいただいたような、はい、トークでしたけど西田さんに、はい、選んでいただけたので、はい、そうですね、中さんも登壇させていただきます、はい、よろしくお願いします。山根さんも本当に前回だからあれですからね、ネタ中に3曲使いましたからね、音源 ね、 ちょっとね曲っていうか効果音っていうかね、
使わさせていただいて、うん、まあ、そういう工夫もやっぱり目を引きますよ、はい、ありがとうございます。これから出たい人は メモしてください。はい、うん、皆さんのおかげで、はい、次回も出させていただきます。はい、じゃあ次どんどんいきましょう。はい、はい、お次はじゃん、大杉先生です。はい、大杉淳さんですね。大杉淳さんです。またまた連続出場ですね。はい、大杉さん5回か6回、5回ぐらいですかね。5回ですね、うん、はい、あの定年後不安というね、はい、2冊目の著書も順調に、はい、ね、ベストセラーに向かって。そうですね、はい、今日もね、コメントで前回はちょうど、はい、よろしくお願いしますということで、コメント、あ、こちらこそですよ、先生からもいただいてます、ありがとうございます。まあ、ロゴの三大不安ね、はい、そしてまあ2冊目が今ね、あの角川の新書なかなか、売れておるということでね、うんうん、そうですね。そしてあのね、結構あの定年前、あの、うん、多分50代の社員さんに向けての企業研修を頼まれることがすごく増えてきた、ね、あの本がきっかけでね、そうですね、研修もどんどん増えているということでね、はい、はい、シニア世代の、うん、元気なシニア世代を作るという使命を、はいはい、そうです、着々と進んでらっしゃる大杉先生です。はい、はい、じゃあ次にいきますか、はい、どんどんいきます。次の発表はじゃん、はい、大内優先生です。大内優先生、いきましたね、はい、はい、メディア活用研究所の大内さんです。はい、今ね、すっかり赤い帽子ね、トレードマーク。そうですね、はい、ね、赤い帽子といえばですね、あの宅配業者と大内さんぐらいですか。なんかこの間赤帽の人がうち配当つきましたけどね、なんか納豆かなんかをね、納豆頼んだんですか、うん、はい、大内さんこの前ね、食材枠ということで、食材ね、もう見た目通りですよね。そっち、あの食べる方の食材ではなく、うん、罪を、ああそっちでしたね、罪をあがな、ちょっと漢字難しく書けないですけど、罪をあがなう方ですね、はい、あの筆で書くと滲んでなんだか分かんなくなっちゃうぐらいの画数ね。そうですね、うん、あの自分の中にね、罪の意識の貯金が生まれるとどうなるかってことね、すごくそうですね、はい、分かりやすくお話してくださいました、うん、そうなんです。皆さん、あの、ね、カメラの前の皆さんもね、あのなんかあの自習してください。あの仮パクしたファミコンのカセットとかないですか、もう懺悔じゃダメです、自習してください。はい、ということで、ね、ね、次回も大内さん、警視庁公開捜査。はい、次回も大内さんすごく、はい、ためになる、そして皆さんのね、心に響く話、はい、期待してます、よろしくお願いします。はい、はい、どんどんいっちゃいます、ね、もうやった人誰も見てないんで、あのみんなで目つぶってって言って手挙げさせてですね、やっぱりお前かって言われたっていうね。まあいいんですけども、ね、はい、食材の話でした、はいはい、そして次が丸山久美子さんです。はい、来ましたよ、また連続出場なんですよね。そうですね、何回目か、一昨年のダフ5からもう続けて、はい、5、6、7、8、9、10、11、12、13って9回目ですよ。素晴らしいです。今回もね、安室奈美恵ちゃん敬愛するね、ファンの安室奈美恵さんの曲を使ったパフォーマンス、素晴らしいですね。そうですね、まあ、それまあ、安室奈美恵さんも引退したのでね、次は浜崎あゆとかですね、あの辺じゃねえかなっていうね、次のね、また丸山さんのパフォーマンスがね、はい、はい、どう変化するのか、はい、そしてね、今回ニャンティーのね、ニャンティーズを、ニャンティーズがね、また復活しましたね、2回ぶりにこの間ね、ニャンティー来てますね、ええ、はい、これね、この素材ね、夏あのサラサラしていいんですよ。そうですね、会場でもね、ニャンティー西澤さんがね、販売してますけれども、今日みたいな湿気の高い日おすすめです。サラサラらしいです、はい、はい、ね、ニャンティーズを舞台上にね、上げて、そうですね、本当、ね、巻き込んで盛り上げるの上手いですからね、本当にさすが MC ならぬわのパフォーマンス、はい、いつもね見せてくださってます。はい、じゃあ次です。次はじゃん、はい、川先生です。あの名前のね、文字が入ってる方といない、入ってない方がいない、いるのはちょっとね、お許しいただいて、ええ、はい、長谷川隆先生です。インクの関係です、インクだけ散ってます、はい。はい、今回もね、褒め枠、褒め枠ですよ、素晴らしかったですね、ええ、まあ、あ、褒めるね、さすが、すごい、すごい、醤油ソースね、木戸に立てかけし、なんとかですか、そう、まずは、すごいですねって言ってから、ナイスですねっていうね、監督いましたね。いましたね、そういう褒め方の、ね、ことを、はい、ね、こう分かりやすくお知らせくださった長谷川先生さん、やっぱさすがの、ええ、まあ、ちょうどこの間それでね、電子書籍のリリースタイミングでね、はい、会場でもだいぶ その場でね、ダウンロードしてくれた人たくさんいましたね、刺さるプレゼン、ええ、はい、ね、電子書籍で、まあ後からあの紙のオンデマンドでもね、出る予定ってことは伺ってますが、はい、はい、ぜひ Amazon の方で、はい、ダウンロードしてください。そう、一般ダウンロードされると、その電子出版の出版社じゃないとこから、うん、普通に単行本で出る可能性があるんで、そうですね、あれオンデマンドみたいな貧乏さい想定ではなくて、はい、はい、
ぜひ応援して、皆さんも、はい、一緒に応援していきたいと思います。長谷川先生です。はい、では次ですね。あ、ビデオオンデマンドって会社ありましたね。それはどういうネタですか、ごめんなさい、分かんなくて拾えない、はい、いっちゃいます。次、じゃん、アンディ中村先生です。はい、こっちか、はい、パチパチパチ。アンディ先生もう何回、アンディさんと ね、長谷川さんがね、ちょうど10回目なんですね。10回目今回で、素晴らしいですね、アンディさん。この前のこの前またね、またあ、そうだ、米田さん、そうだ、ソフトオンデマンドだ、ビデオじゃねえよ。うん、分かんないビデオオンデマンドって普通に用語だ。うん、はい、アンディさん ね、この前アンディさんナイスですねっていう感じのね格好出てきましたね。そうですね、あの正直な人にしか見えない衣装っていうのを着ていらっしゃって、うん、そうなんですよ、皆さんだからそう、あんな格好でとかって言うんですけど、うん、俺には何言ってるのかよく分かりませんでした。これね、ちゃんとあれ着てましたからね、こうモコモコした、あ、モコモコ見えました、私虹色の衣装が見えた、はい、虹色で袖とかモコモコしてんの、うん、あ、そこの襟とかね、見えなかったんですけど、うん、それのパンツ一丁でとかっていうやついたけど、ね、不謹慎だとかいう人はね、あの正直者じゃないから、うん、あの衣装が見えなかったんですね、はい、あなたの人間性の問題です。であとはあのカメラとか、うん、そのフェイスブックの投稿、うん、何かを通すとその正直者しか見えないフィルターが見えなくなっちゃうんで、ちょっとね、フェイスブックとかの、はい、あ、画像全部加工してありますから、そう、画像はちょっとね、あの加工してありますから、ちょっと見えないんですけれども、はい、という特別な衣装で、ええ、はい、出てくださいました、アンディ中村先生です。でもね、あの画像を見たね、東北のある団体からですね、講演依頼が入ったっていう。そうなんですか。もう大変です。あ、そうなんで、だから殻を破る行動をやるとね、やっぱり誰か見てんのよ。そうね、うん、そんな手張りの利をやったから。そうですね、公式としても、はい、評価されて、うん、あとね、まだまだ今もね、躍進中でいらっしゃるアンディ中村先生です。はいですね、どんどんいっちゃいます。次の方はじゃん、水越貴之先生です。メディカツひろゆきですね。あ、ひろゆき、あ、失礼しました、はい、あの長谷川先生と混ざってしまって、すみません。水越ひろゆき先生でしたね、はい、失礼いたしました。メディカツで動画活用、はい、はい、教えてくださってます。なんとね、あのすごいお知らせというか、まあ半分残念、はい、半分は解除だ、すごいなって話なんですけど、うん、第1回のね、最初のダフから連続出場している人が、はい、ついに水越さんだけになってしまったんですね。そうなんです。さすがでもあれですね、メディカツも今度400回やったでしょ。400回ってすごいですね。ね、8年間400回連続、うん、ダフももうね、13回連続っていうことですかね、うんうん、そうですね、継続の鬼ですね。継続は力なり、体現してらっしゃる水越先生です。はい、はい、ね、今ね、息子のもずくんもね、そうですね、コマ撮りアニメーション大活躍の話もね、含めて、はい、はい、いつもお話しくださってます、ありがとうございます。はい、ではですね、あ、残りお一人の発表になります。もうあと一人ですか。はい、あとお一人発表です。はい、ます、じゃん、はい、佐野実先生です。佐野実さんですよね。はい、佐野先生、うん、あのお久しぶりの、はい、ね、去年の、はい、去年の春以来とかですかね。そうですね、うん、5回ぐらいだな、ダフの7か8に登壇いただいて、うん、出てその時に、はい、その日に、その日あれなんですよ、最後に出た日に大内さんの事務所が焼けたんですよ。あの大内さんがの事務所が火事になった回、あの回が最後の、そこからまたね、あのお忙しい間を縫って、そこからまた修行に行きましてね、あ、山伏のね、修行を積んで山にこもってたんですけどね、はい、またご参加登壇いただけるということで、はい、はい、今度13にまた復活していただきます、はい、佐野先生、修行してね、あの西郷さんになりましたからね。そうです、はい、西郷山伏から明治維新までね、すごいですよ、もう歴史の体現者ですよ。そうですね、体現者、うん、はい、ダフ12の時にね、はい、前の時に西郷ドーンということでね、客席から、はい、上がっていただいた佐野実先生です。はい、はい、ですね、あ、佐野さんがコメントで石川枠で出ますという、あ、後継者なんですね。そうですね、石川さんがね、ちょっとこの間を最後にね、うん、初版の、まあ、事情でね、しばらくちょっとお休みなさるということでね、はい、その志を継いでくださるということ で、ね、今佐野さんからコメントいただきました。ヒゲも伸ばすそうなんでね、あ、ヒゲも伸ばした、あの何でしたっけ、あの熊みたいな感じになってて、うわ、熊枠ですね。熊枠、よろしくお願いします、佐野先生。はい、ということで、今ね、第1弾、はい、出演者、はい、今の時点で確定してる、はい、出演者の方を発表させていただきました。はい、
呼ばれなかった方の苦情はね、私のメールアドレスまでお願いしますね。こちらまで出してもいいですね。はい、でですね、ここまでは次の13に向けた、はい、うん、第1弾登壇者発表ということだったんですけど、うん、その今までの、ね、総括として今西澤さんからちょっとね、とても皆さんに参考になるお話をちょっと一ついただけるということで、はいはい、あのすいません、これから出演してみたい方とかっていますかね。もしあのネクスト、あのこちらにも貼ってるんですけど、うん、ネクストという31日、はい、31日じゃねえや、7月21日にねオーディションの、はい、機会があります、うん、ありますんで、ちょっとそれであの出たい、でそれに出たいという方向けにこれ準備しておいた方がいいんじゃないですかっていう話をね、そうです、しようかと思うんだけどね。はい、ダフにチャレンジしたい方、また今までもね、うん、チャレンジ2、3、2、1回、2回してる方、うん、はい、ぜひね、7月21日土曜日にオーディションとしてのダフネクストございます、うん、これあと、そのチャレンジできる、登録できる方あと2名、そうですね、2名か3名、はい、フィードバックしっかりやりたいんで、上限5名まで、はい、エントリー可能なんですけど、5名までエントリー可能で、はい、あとは2、あと2名か3名受付ができるかどうかですかね、うん、そうですね、はい、はい、ぜひあの早めにねエントリー、西田さんの、Facebook かブログの方からエントリーぜひ、はい、はい、お早めにお願いします。あ、どうなんだかリンク貼ってくれてありがとう、はい、あ、ありがとうございます、パイオニアさんだ、はい、そしてそのね、ぜひチャレンジしてみたいという方、ダフの舞台に立ってみたい、うん、あとは何かね、はい、10分とか人前で話する方、話する機会がある方にもすごく、ね、まあ、ある種そうですね、立つポイントなのかなと思ってるんですけれども、ね、はい、ね、西澤さんの方からちょっとショートレクチャーがあります。そうですね、はい、コンパンダこう見えてパンダです。なんか西澤画伯の才能が、はい、あのパンダ餃子っていうのがね、この事務所の近所にありましてね新宿御苑の近くに、パンダ餃子のメニューがすごいんですよもう全部日本語間違ってるっていうね、そう、なんかね、ラーメンのページなんか全部ラーメソって書いてありますからね日本語ね、ひらがなとかカタカナとかね、漢字と混じってたりとか、斬新なんです、メニューブックが、ね、メニュー見るためにね、新宿御苑のパンダ餃子ぜひ皆さんもいらしてください。今日はその告知がではなくて、はい、あのパンダがね可愛くないとかいろんな苦情はあの西澤さんの方にお寄せいただくということで、じゃあショートレクチャーをお願いします。はい、はい、これ外します。はい、いいですよ、そのままで、はい、多分もう 2,3 人しか見てないと思うんで、あ、もう出場者分かったから、いや、さよならって人いると思うんで、ね、そんなことないです、ちゃんと10、うん、16人15人ね、はい、見ていただいて出ます。はい、まあ、ここね2回ほどお客様の声を結構いただくようにしたんですよ、アンケートという形で、うん、アンケートという形でですね、お客様の声と個人情報をね、ゲットするようにしたんですけどもね、はい、アンケートすごいですよ、もう住所名前だけじゃなくてですね、その人の頭の中とかまで分かりますからね、どこ見てるのかとか分かりますからね、そこまでいやらしいんですけど、それまあビッグデータとして活用しましてね、はい、で、アンケートで、まあ、今日どの人が良かったかって聞き方じゃないですね、うん、また見たい人誰ですかみたいなところで、まあ、それでもってある程度順位つけてね、それで、まあ、次回誰出ていただこうかというところの参考にはするんですが、まあ、それが全ての要素ではないんですけれども、はい、大体ね、上位に入るにはこの要素が欠かせないというものが4つほど出てきましたんで、法則性がこれから、はい、出たい人は、この中において自分の強みがもしあればそれを伸ばしていただく、もし足りない部分があればそこを平均値ぐらいまで引き上げるような努力をした上で、ダフネクストをね、受験していただくと通る確率が高まるんじゃないかっていうね、すごい法則性が導き出されたわけですね、はい、これは見逃せないショートレクチャーです、はい、まあ、結構ね、当たり前のことですよ。まず1番目ですけど、要素4つあって1番目ね、もう話す力、これ絶対です。話す力、やっぱりね、あのダフはトークが、ね、うん、メインですから、そう、人前でスピーチできる力、はい、話す力、はい、うん、はい、そしてで、やっぱりだからダフがデビュー戦みたいな人はやっぱりちょっと爆発の面で弱いですね。そうですね、やっぱ話す力があった上に、うん、はい、はい、どうするか、うん、だからどうしてもあとね、もうあと1ヶ月半ぐらいしかないでしょ、その中でね、人前で話す力を身につけたいね、その人はですね、駅前でいきなり喋るんです。路上、結構動機をつきますよ、路上ライブなら、うん、路上トークで話す力を練習、皆さん聞いてくださいみたいなことをねやるんですね。でもよっぽど暇な人以外聞いてないんで、あの気兼ねせずちょっと喋ってみると度胸がつくんじゃないですかね。はい、うん、そして、はい、2つ目、2つ目ですね、です、はい、はい、
二つ目はですね、コンテンツ力ですね。コンテンツ力。コンテンツ力っていうのはそう、ちょっとモヤっとした単語ではあるんですけれどもね、まあ概念としてはそうですよ。中身のある話かどうかですよ。中身勝負の部分ですね、うん、果たしてその話が、例えばね、会場でみんながメモ取ってるような話、あれはかなり役に立ってるコンテンツですよ、うんうんうん、そういう話かどうか、うん、そうですね、ストーリーとかもこの中にね含まれるんですか、ね、そうですね、うんうん、ついつい引き込まれてしまうストーリーなんかもそうですね。そうですね、うん、だ身の上話とかするならするでいいんだけど、うん、だったらそれでちゃんと引き込まれるような話し方をしてくれということですね、はいはい、コンテンツ力が2つ目のポイントです、はい、そして3つですね、読み替えちゃいますけどね3つ目のポイントです、はい、3つ目はですね、インパクト。インパクト、まあ、インパクトって、まあ、インパクトが必要ですというよりは、まあ、インパクトを、まあ、因数分解するとそれ何かというと、構成とか演出とかですよ。要するに例えば、まあ、出囃子出てきますけれどもね、そこの曲の選び方もそうだしね、単に自分が好きな曲っていうんじゃなくて、それまでね、もうなんか隣のやつも暇だから喋ろうかなって思ってたようなやつが、ふっと耳を傾けてしまうようなね、BGM、出囃子で入ってくる。音楽。そういうのも一つ大事。はい。ね。あとは、外見ね、服装とかもそうだよね。そうですね、いわゆるね、うん、仮装と言われるものでも木を照らってるだけだと多分ね滑っちゃうこともありますけど、ちゃんと中身と連動して意味のある、ね、服装とか、はい、こうインパクトのある、うん、こう皆さんがねふってええってこうね振り向いちゃうような演出ということですよね、はい、そう、あれそうなんです、まあ、写真しか見ない人なんだかよくわかんないね、うん、普通になんか宴会かみたいな感じになるかもしれませんが、はい、そうじゃないんですよというところ で実際ね、そのやっぱ写真映えするよ、インパクト、服装とか凝ってると。そうですね、後で見た時に、うん、演出に近い部分ですかね、うん、そうで、ダフ自体何かといえば、はい、一つ忘れていけない要素としてはお祭りですからね。エンターですね、はい、フェスティバル、エンターテインメント、お祭りですから、うん、お祭りに参加するにあたって、ね、日本の昔からの祭り、ハッピーとか聞くじゃないですか、ね、で天狗の面とかかぶって踊ってる人とかいるんですから、うん、それですよ。はい、エンタであり、うん、フェスティバルの部分のインパクトですね、うん、はい、そして最後4番目のポイントです。今日4つのポイントで解説してくださってます、はい、これも結構大事、専門性です。専門性、線の字、はい、今つぶれてますけどね。専門性、その先生、その登壇者さんが、うん、はい、あなた何の専門家ですかというところで、もともとそのね、いろんな、まあ、ビジネス書周辺のさまざまなカテゴリーの専門家が集まって、うん、それぞれが、まあ、その専門性において今最も伝えたいメッセージを話すというのがもともとのコンセプトではあるんですよね。そうですね、うん、だからこれ非常にこの2番目のコンテンツのところと非常に、まあ、関連してるんですけれども、なんか面白いことを言ったんだけども、結局あの人何の仕事やってる人なのってなっちゃうと、面白い人なの分かったけど何やってる人なのって言われてしまうと、そこちょっともうまあ、それまで準備、まあ、順位が絶対ではないんだけども、はい、アンケートとかってやっぱり弱いですよ。うん、やっぱりね、会場の人がついついメモを取ってしまうとか、あ、これ聞いてよかったとか、へーっていうね、うん、そこの部分にもつながってくるところですね、うん、やっぱりそうなんだよね。うん、ここでしか知り得ないなんか専門知識であるとか、はい、うん、うん、まあ、最低限なんだろう、結局ね、どんな体験を通じてもですね、先日見ると原理原則みたいなところってものすごいシンプルになって、どっかで聞いたような話にはなるんだけれども、どっかで聞いたような当たり前のようでなかなかできないことを、まあ、一つ出すんであれば、それをね、ちゃんと実体験通してっていう自分のフィルター通したことを話してほしいなっていうのはすごくあります。そうですね、うん、この4つのポイントは西澤さんがこの12回のダフの中で、はい、はい、導き、これ掛け算っていうふうにさっきね、そうです、この掛け算ですね、はい、1×2×3×4 で、まあ、どこが、どっかがまあ突出してれば、はい、数値でかくなりますから、必然的にこう順位相対的に上がりますよ。どこがちょっとね、うん、弱くても他が突出してると全体としていい効果がね、そうなんです、だから話す力がなくて、はい、コンテンツ力なくて、インパクトもあんまないんだけど、専門性めちゃくちゃすげえこの人ってなると、うん、 1×1×1×10 で10になるじゃないですか。うん、うん、でどれも平均ぐらいだと 1×1×1×1 で1にしかなんないんですよ。そうするとやっぱりなかなか投票してもらった時に上の方来ないんですよね。そうですね、なのでね、これからチャレンジする方、あとはね、人前で話す
はい、うん、機会がある方はこの4つのポイント、自分がねどこが強くてどこが今足りてないか、そしてどこを磨くともっとより上にいけるかということを意識すると、はいはい、特にねこのダフという場においては、はい、エンターテインメントとして、そうですね、はい、であるいは全部自分弱いなと思ったら、はい、ここにはない別の座標軸で、まあ、1,2,3,4 ってこうあるとしたらですね、はい、あのこの外のこの辺で勝負するとかですね、そこでやってほしいですね、うんうんうん、それもありなわけで、新しい風を吹き込むということでありなわけですね、はい、いきなりあの謎かけを始めるとかですね、そういうことやるといいんです違う部分で勝負をかけるのもまたありということで、うん、はい、はい、それが非常にあの合理的なものであって、見てる人の役に立つというのであれば非常に私は高い点数をつけます。新たな風を吹き込むこともあるという、はい、はい、でもね、このこれすごいね、あの西澤さんが12回の中から生み出した、はい、法則性、すごく私はね聞いててなるほどと思ったんですけど、皆さんね、あ、なるほどと思ったら、じゃあ超いいねボタンとかコメントでへーへーへーって、ね、こうぜひ入れていただいて、ぜひね、特にチャレンジする方、したいなと思ってる方は、はい、このポイントぜひ押さえてみてください、はい、あと2人だけ受け付けますんで、はい、ぜひね、はい、とあのこれからエントリーされる方お早めに、はい、超いいねボタンありがとうございます、はい、登録お願いします、はい、そして最後にですね、じゃあ次回、はい、ダフ13のもうこちら先行受付が始まっている、ね、始まっていますね、最安料金ね、はい、多分週末ぐらいであのもう値上げとかってやると思うんで、そうなんですね、今がチャンス、はい、はい、あのぜひね、多分あのこの下にリンクをね、申し込みリンクを貼ってくださるあの協力的な参加者さんがいると思いますので、ぜひね、はい、次回ダフ13、またね、あのチケット完売とかも予想されますので、はい、ぜひもう、はい、おかげさまでね、申し込み数も早くも2桁超えましたね、早くも2桁、12を見て、はい、早速もう次を見たいって方が、そうです、そうですね、あの Facebook の記事とか見ていても、もうすぐ次申し込みましたって方が結構多くて、ね、どんどん来てますもんね、そう、なんか今回すごかったんで次回もぜひ行きたいですっていうコメントね、はい、いただいてまして、本当に嬉しい限りです、ぜひね早めに、はい、超早割の予約受付、うん、先行受付でも先行受付が、はいはい、開始してますので、うん、どんどんお席確保します、はい、お申し込みください、はい、残席多分40いくつとかです、もうすでにね、はい、もう申し込みの方が2桁乗ってるということで、はいですね、はい、Facebook ライブ今ね大体30分、40分近くね、あ結構長いですね、50分近くですね、西田さんのレクチャーもあったので、あもう寝なきゃ、はい、はい、もうね、もう寝る時間、良い子は帰ってね、はい、はい、寝る時間なので、母乳飲んで寝ます、母乳そういうとこ行くんですか、はい、自分で難しい、はい、今日はあのライブの方ね、大勢の方に、はい、お付き合いいただきましてありがとうございます、はい、ぜひねダフのネクスト、そして13、あとあれですね、途中に出版ダフとか函館の、出版ダフがね、はい、8月4日に8月の4日に出版ダフ、編集者さんとか出版関係者いっぱい出ます、はい、はい、そちらと函館の9月1日、ね、はい、9月1日、函館ダフ北海道でね、はい、いらっしゃる方は早めに飛行機を押さえていただいてね、はい、ぜひそちらも、うん、函館ダフは本当3000で見れますからね、はい、もうほとんど飛行機代がね出せる人はいた方がいいですよ、うん、ぜひですね、向こう行ってまた1万5000円払うんでしょうとかっていう人はね、それも片道分出ますから、それで航空券ね、そうですね、うん、ぜひ、はい、あのダフライフをね、はい、送っていただきたいと思います。またこの後第2弾第3弾の出演者さん発表もまた実験ライブとかね、うん、はい、させていただくかと思いますので、またぜひねチェックしてお付き合いください、はい、最後に、はい、そうですね、はい、第2弾はですね、明日の朝刊の折り込み広告で発表します。ないあのグルコサミンみたいな。そう。足つみ姫。最近だからね、あの参加者も年齢層高くなってきたんで、健康食品の隣とかにね広告出すと結構みんな見てんじゃねえかと思って。そうかもしれません。うん、はい、じゃあですね、ぜひ次回 の, あのまたライブとかも告知、はい、お手出させていただくかと思いますので、はい、お見逃しなく、え、はい、すいません、なんかごめんなさい、なんかコメントあんまり拾ってなくてすいませんでした、はい、すいません、あとでコメント返しておきます、はいはい、今日もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、またね、乾杯。